助かった。ごっつぁんです。何勝手な設定作ってるんだ。ミオちゃん。くらえ！よい、泳ぐぞ！気にしすぎ。そうだよ、水着似合ってるよ。知ってますよ、セーリンバスケ部キャプテンでクラッチシューターヒューガさん、イーグルアイを持つポイントガードイズキさん、無口な仕事人でフックシューターミトベさん、圧倒的なジャンプ力を持つパワーフォワードカガミくん、そしてギリギリ B の監督リコさん。何ですか？その、オムライス様、素敵ね。え？私のサイズだと、このデザインしかなかったので。私のサイズだと、このデザイン。おーい。おお、眼福眼福。あれ、イガラシちゃんは？ここにいるよ。おお、かわいいじゃねえか。なんだ、合間に時折見せる優しさ、そしてあのお腰につけている、うん、でもやっぱりおっぱいだろ。おっぱいで釣られるなんて、あ、黙ってバカですね。みんないい子ね。君団子いただきました。今確実にまな板を用意します。あ、間違えちゃった、ごめんね。木下さんのお胸があんまりにもまな板に似てたから、先生間違えちゃったぞ。テヘペラリンゴちゃん、キャピキャピキャピ、今はこらえて。最後のデザートに一応、あ、めんごめんご。先生、練乳と間違えて貧乳をチョイスしちゃったよ。もう紛らわしい。だから私貧乳じゃないもん。小さく見えるのはデブとおっぱいお化けのせいなんだから。誰がデブよ。